2016年6月27日、韓国のインターネット掲示板に、このほど、日本の自衛隊の体力測定1級の基準と題した書き込みがあり、熱い論議が交わされている。書き込みでは、日本のテレビで紹介された自衛隊の体力測定1級の基準を紹介。それによると、腕立て伏せ、82回以上、制限時間2分、腹筋、80回以上、制限時間2分、3000メートル走、10分38秒以内、走り幅跳び、5メートル10センチ以上、ソフトボール投げ、60メートル以上、懸垂、17回以上が基準として定められているようだ。これを受け、韓国のネットユーザーは、様々なコメントを寄せている。え、こんなに楽なの？健康的な男性には見えるだろうけど、韓国の一級レベルが見たら鼻で笑うだろう。3000メートル走破、厳しい条件だけど、筋トレ系は韓国より低いな。このレベルに達する日本人はどれぐらいいるんだろう。そもそも自衛隊員の中にこのレベルの人はいるの？コメントを見て思った。韓国人の見えっ張り。見栄を張るのはそのくらいにしておいた方が。韓国軍の基準を確認したけど、日本の方が厳しい。韓国は腹筋82回、腕立て72回、3000メートル走12分30秒だったはず。